上田市で昨日、墓参りをしていた男性が熊に襲われ、手の骨を折るなどの大けがをしました。上田市殿城の墓地で、昨日午後4時半ごろ、墓参りに来ていた長野市に住む59歳の男性が熊に襲われました。男性はドクターヘリで長野市内の病院に運ばれましたが、顔を引っかかれたり噛みつかれたりしたほか、左手を骨折するなどの大けがをしました。ここは保育園児やなんかもお散歩コースなんだよね。だからそういう面ではちょっとね、心配な面もあるけど。現場のそばには保育園や住宅地もあり、警察などが注意を呼びかけています。